はい、どうも、掛け軸塾の野村です。さあ、今回は、白隠会閣についてお話しさせていただきます。ということで、白隠会閣、まあ、白隠さんですね。まあ、お坊さんになります。禅僧になるんですけれども、まあ、禅僧っていうとね、いや、もう塾長、あ、今日は難しい話や。あ、もう禅僧、禅とか仏教とか、あ、俺嫌いになったんや、寝よ。っていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、大丈夫、そんな怖くない、そんなあの難しくないし、ちょっと面白いようにちゃんと話しますから大丈夫ですよ。まあでも分からなくもないです。僕もね、白隠さん、まあ、江戸時代に活躍したお坊さんなんですけども、臨済宗中興の僧とかね、言われたりして、ちょっと衰退しかけた臨済宗を復活させた人だよ、みたいな感じで言うのは知ってたんですけど、それ以上ってあんまりね、調べようと思ったことがなかったんですよ。なんかね、芸術というラインとまたちょっと仏教とか禅画とかね、そういうのってちょっと違うライン、文脈で考えないとダメかなっていう感じなんですよ。なんかバックグラウンドいっぱい知ってないと、その芸術品ちゃんと鑑賞できへんのちゃうかなとかいう、そういう先入観があってね。で、たまにちょこちょこね、美術史とかでも出てくるんですけど、そんなメインで出てくるわけでもないから、まあ別に、まあ時間ある時にまあまた考えて調べようかなみたいな感じのことで思って、ちょっと置いとったんですよ。で、まあ、ちょっとある時ね、前回、曽我小白をやった後、ちょっとリクエストをいただいたんですよ。白隠さんに関して、やってほしいと。で、なんでかというと、曽我小白に白隠さんが影響を与えたっていうのをね、知ってる方がいらっしゃって、ね、僕もそれは知ってたんですけど、前、割愛したんですね。長なるから。前も100分くらい、1時間40分くらい曽我小白話しているので、十分長かったんですけど、あれに白隠ねじ込んでたとしたら、多分2時間以上になってたと思うので、まあ、あえて割愛してたんですけども、その白隠さんについてちょっと教えてほしいですみたいなリクエストがあったんで、まあまあええ機会かなと思ってちょっと調べてみたら、結構ね面白い方だったんですよ、白隠さんって。で、まあ、ちょっとね、自分が調べてる中で風向きが変わったというか、スイッチ入ったのが、この人って世界的なアーティストに影響を与えてるんですよ。現代のね。現代の、まあ、亡くなってる方なんですけども、割合みんな知ってるような、じゃ絶対知ってる、世界的アーティスト、ミュージシャンに、この白隠さんっていうのは影響を与えてるんですよ。っていうのを知って、へぇ、そうなんやってめっちゃびっくりして、で、そこからめっちゃ興味入って、スイッチ入って、調べるようになったっていう流れなんですけど、誰やと思います？この世界的なアーティスト。はい、それではいって言える人は多分いないと思うんですけど、答えはジョン・レノンなんですよ。ジョン・レノンは知ってます？知ってるわね、知ってるわ、さすがに知っとるわって怒られそうですけど、そうですね、ジョン・レノンってビートルズのメンバーで、もう世界的アーティストですね。奥さんは小野洋子さんって方、何でも実は有名ですけども、実はジョン・レノンが言ってんすよ。絵画いろいろあるけども、一番最高なのは禅画って言ってんすよ。しかも、どの禅画かっていうと、この白隠の禅画いっちゃえって言ってるんですよ。へえ、そうなんや。いや、でも実際言ってて、で、自宅にはその白隠さんが描いただるまさんの絵を飾ってたらしいんですよ。めっちゃ好きやねんや。めっちゃ影響与えてますやんって思いますよ。で、さらに言うと、ジョン・レノンが作った名曲、もう、イマジンね。あれは、この白隠さんの、書いた章にインスパイアされて影響を受けて、作られた曲っていう、そういうことなんですよ。あの歌詞とかを見ると、実は白隠のワールドがめちゃめちゃこう入ってるっていう、そういう風な、歌なんですよ。そう聞いたら、へえ、そうな、もう一回イマジン聞き直したいと思いません。いや、僕は聞き直して、何回も聞き直してね、そうなんやってめっちゃ両方楽しめたっていう、そういうオチなんですけども。で、うちの妻はね、ビートルズめっちゃ好きで、この話言ったら、ごめん、私、ソロになったジョン・レノンはあんま興味ないねって言われて、剣もホロルに振られてましたけどね。大体僕、妻にこの掛け軸塾の話をするんですけど、大体妻は、うん、そうなんて結構反応薄いっていうね、悲しい、まあ、夫なんですけど、まあまあ、それはいいとして。まあ、そんな感じで、結構、白隠さんとか禅っていうのは、海外の方にも影響を与えたんだなっていうのと、そう言われてみれば禅って、海外の方めちゃめちゃね、ブーム来てますよね。アップルのスティーブ・ジョブズも禅にすごく傾倒してたっていうのはよく有名な話なんですけど、これにはなんかあんのかな？もうちょっと調べてみても面白いなと思って、ちょっとスイッチ入って調べてみたんですよ。なら、結構面白かった。白隠さんって、坊さんやから真面目なんかなと思ったら、結構
構突っ込みどころの多い人生を歩んでまして、で、こう禅画って、まあ禅画、禅のお坊さんなんで、禅画っていうものを描いてたんですけども、この禅画もなんか難しいもんちゃうかなと思ったら、結構面白い。ポップアートみたいな、すごいキャッチーな、親しみやすいもんが多くて、で、それを調べていって、で、最後に京都画壇にも影響を与えたとも言われてるんですよ。へえ、坊さんの禅画が京都画壇に影響を与えた。これ結構言われる文脈なんですけども、それなんでなん、どういうことなんていうのも分かってきたので、今回ご紹介させていただきたいなと思います。今回の動画をご覧になっていただければ、白隠さんの突っ込みどころが多い生涯と禅画について、で、それが京都画壇にどういう影響を与えたのかっていうのを含まれた上で代表作を何点がご紹介しますという流れになりますので、ぜひ最後までね、ご覧になっていただければなと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、白隠さんなんですけれども、生まれは1685年、駿河国原宿生まれということで、静岡県の、今で言う沼津市っていうところですね。伊豆の方に行く手前に沼津市ってあるんですけど、まあ漁港の町ですね。そこで生まれましたよと。で、生まれた時からね、頭めっちゃ良かったらしいんですよ。で、記憶力めっちゃ良かって、いろんなことを、なんか例えばお寺さんとかに行って法話とか聞いたらみんな理解できへんけど、全部覚えて、みんなに話すぐらいでめっちゃ頭良かったっていうのが、白隠さんです。まあ、もともと岩次郎っていう名前やったらしいですけどね。岩次郎、可愛らしい名前ですね。まあ、大体、後世に名前残ってる人の最初の名前可愛らしいなっていう、そういうのは多いですけど、まあ、岩次郎やったと。で、頭良かったんで、良かったな、良かったな、だったんですけども、一つ事件が起こるんですよ。それは何かっていうと、11歳の時に地獄がトラウマになります。どういうこと？どういうこと？地獄トラウマってどういうことって、この話なんですけども。頭良すぎて、いろんなお寺さんの法話を聞きに行ってたんですね、岩次郎くんは。で、ある時、11歳の時に、なんか、近所のお寺に、なんか、すんごい、坊さんが来てお話ししてくれるっていう、なんか、そういうイベントがあったらしいんですよ。で、お母ちゃんに連れられて、俺行きたいって言ったら、まあ、お母ちゃんもね、めっちゃ覚えてくる、頭賢い方、自慢の息子やから、あんなこのお坊さんの話聞いたら、またなんかこの岩次郎が頭良くなるかもしれへんってね、連れて行ったんですよ。で、お話を聞いてみたら、その坊さんの話っていうのが、皆さん、今日はお集まりいただきましてありがとうございます。今日のお話は、楽しいですよ。地獄についてお話ししましょう。地獄っていうのは怖いですよ。みんな悪いことしたら地獄に落とされます。いいことした人は極楽に行くんですけど、悪いことしたら地獄に行くんですよ。地獄行ったら怖いですよ。めっちゃ怖い鬼とかいてね、ボッコボコに殴られてね、三途の川とかまたなんか流されてね、ようわからんけど、なんか、いっぱい血の池地獄とかなんか言おうとされて、ね、君たちも悪いことをしていたら地獄に落ちるぞみたいな感じのことを岩次郎は言われて、しょんべんちびったと。トラウマになって、そっからもう地獄に落ちるんちゃうか。ああ、そういや俺今日悪いことしてきた。ああみたいな感じでトラウマになったと。まあありますよね。ちっちゃい時、怖い映画を見たらそれがトラウマになってトイレ行けなくなったとかね。なかったですか？なんかね、リングとかさ、サダコとかなんか、ね、いろいろあるじゃないですか。ああいう怖いホラー見たらもうトラウマだってなんかできなくなったみたいな。そんな感じで、岩次郎で生地記憶力が良かったから、地獄のことがもう話がこう離れないですね、耳から。で、お母ちゃんに相談したら、お母ちゃんどうしよう、地獄のことが頭から離れよ、俺地獄落ちるかもしれん、どうしようって言ったら、お母ちゃんが、ああ、もうどうも、そんなビビらんねえねん、もうそう思うなら、仏さんの言うことをよく聞くようにして、仏を信じて、もう修行したら、よくなるかも、救われるかも思うから、みんな、だからお坊さんとかかな、こう修行していいことしようとしてるのは、そういうふうに地獄落ちないようにするため、だからあなたも、仏教を勉強したらどうですかみたいな感じのことを言ったら、岩次郎が、よっしゃ、わかったということで、そこから、仏教を勉強していくという、そういう風な流れだったんですね。で、まあ、仏教を勉強してって、もう、ハマっちゃったと。ハマっちゃって、坊さん、俺坊さんになるってこう言い張って、15歳で地元の松陰寺というお寺で出家する形になります。で、坊さんになって、全国のお寺に、武者修行に行きます。まあ、武者修行って別に、格闘家じゃなくて、道場破りみたいなんじゃなくて、まあ、禅宗なんでね、禅問答っていうのをよくやるんですよ。なんか答えのない謎謎みたいな。で、それを考えて答えを探していくうちに、物事の真理にたどり着くんじゃないか、みたいな、そういうふうな、メソッドがあるんですよ。で、いろんな人とそういうなんか禅問答を繰り広げることで真理に近づいていくっていう、修行の中で全国のいろんなね、お坊さん、有名なお坊さんとかと禅問答をして理解を深めて悟りを開こうと思ってこうしていくみたいな、そういうふうな修行を、ここからしていきます。ただ、
スランプに陥ります。この20代前半ぐらいっていうスランプに陥るらしいんですよ。なんか修行しとってもなんかちゃうなみたいな、俺こんなんねんからなんかめっちゃ薄くない、なんかペラペラやなみたいな感じで、ちょっと禅とかその仏教とか修行に対してちょっとなんか乗り気じゃないなみたいな空気が流れたのがこの時期で、その時に、章とか、詩とか、まあ、詩ね、ポエムとか、章とか、絵とか、そういうものを、ちょっと、こう、ね、ドロップアウトして、まあ、何勉強ばっかやってたやつが、高校でデビューしたらいきなりロックに走るみたいな、そういうふうな、ちょっと横道それて、修行をしてたけども、ちょっと横道それて、そういう、絵とかポエムとかにハマってったっていうのがこの時期らしいんですよ。坊さんになろうとしてる大丈夫かなと思ってたら案の定つまずきます。それが何かっていうと、24歳の時に、まあ、武者修行でこう全国行ってる中で、越後、まあ、新潟県ですね、のお寺に行ってる時に、まあ、あ、悟りを開けたって思う、自分で思うことがあったらしいんですね。あ、俺悟り開けた、これ悟りちゃうみたいな感じで、おっしゃ、俺も悟ったわ、もう人生終わりみたいな。人生、悟りっていうのはどういうことかっていうと、仏教の中でのゴールっていうのは、悟りを開くことというふうに言われてるんですね。悟りを開いて、成仏する仏さんになったら、一応仏教のゴール完成だよっていう、そういうふうな、考え方なんですよ。これ仏事学系の時の、最初の動画でご説明させていただいてるんですけど、簡単に説明しますね。仏教っていうのは基本設定は、この世は苦しい世の中だっていうふうに考えられています。なんか生きとってもね、思んないなと、なんか苦しみから逃れられへんなみたいな。でもそれは、今始まったもんじゃなくて、実は前世と来世っていうものが、世の中にはあって、今現世だよと。で、世の中には6つの世界があると。天道っていう世界と、人間道っていう世界ね。今人間道にいますよと。で、次が修羅道っていう世界で、次が畜生道っていう世界で、で次が餓鬼道っていう世界で、最後に地獄道っていう、この6つの、世界をぐる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 、実は人間っていうのは、まあ、人間だけじゃなくて世の中のものっていうのは、前世の行いのいいことポイント、悪いことポイントによって、次、この世代、この世界に行くみたいな感じで、決められると。で、そこでのまたいいことポイント、悪いことポイントによって、来世が、どっかに行くっていう風な感じで、この6つの世界をぐる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 回って、ってるんだよっていう考え方がベースにあるんですよ。これ、陸道っていう6つの世界で陸道っていう、世界観と、でそれを転生していくっていう輪廻転生というこの2つの、考え方で仏教っていうのが成り立ってますよと。じゃあほんのぐるぐるぐる回ってんのしんどいやん、いつまでだってもエンドレスで終わりがないやんけ、スゴロクで言ったらなんかゴールどこやねんっていう話、ずっとエンドレスやんけっていう話なんですけど、この輪廻の輪から抜け出すことが、大切だよと。それをするための、ハウトゥーというのが悟りを開くと、世の中のもう全ての真理を知る悟りを開くとした、真理を知って悟りを開くことができたら、この輪廻から、抜け出すことができて仏さんになれますよという、こういう風な考え方なんですね。っていう悟りを24歳で開いたと。早いな、お前。もう悟り人生上がりなんていう、ちょっと羨ましいなって感じなんですけども、悟りを開いたと。で、岩次郎は調子に乗って、俺悟り開いたでって言っとったら、ちょっと、越後の近くに信濃の国っていう、まあ長野県ですね。今の長野県に道教さんっていう和尚さんがいて、すごい高名な方がいらっしゃって、そこにちょっと会いに行こうかな、みたいな感じで思ったらしいんで、ちょっと調子乗ってるからね。道教でなんかすごい奴がおるらしいから、俺より強い奴に会いに行くわ、みたいな感じで、こう、白隠さんが行ったら、道教さんがね、お君が、白隠君か。どうぞ、悟りを開いたって言うらしいね。だったら、この問題は君はどう考えるかね、みたいな感じで、まあ、問題を出されたら、その、白隠さんは、こうだと思いますよ。みたいな感じで答えたらしいんですよ。なら、道教授は、それってただのあなたの感想ですよねみたいな感じで論破されちゃったと。あれ君、なんか悟り開いた言われにはなんか薄くない？いや、その回答、あなたのほんま感想ですよね、薄くねみたいな感じで言われて論破されちゃって、あ、お前悟り開けてないわ、それ勘違いやな、素敵な勘違いやな、悲しいな、みたいな感じで、言われちゃったと。な、白隠さんちょっと傷ついちゃってね、いや、俺悟り開けてなかったのか、くっそーっていうことで、和尚さんちょっと俺悟りもう一回開きたいから、
からちょっと修行させてくださいよみたいな感じで言って、道教さんがああいいよ、シャツ、まあ別に修行するのはええねんけども、うちの修行厳しいけどついてこれるみたいな感じで言って、わかりました、もういやいや全然やりますよ、もうちょっと僕ここで調子乗ってました、スランプとか言ってるのごめんなさい、調子乗ってましたから、あのちょっと修行心入れ替えて修行して悟り開きたいのお願いしますわっていうことで、8ヶ月間の鬼修行を、この道教さんの元で行う形になります。めっちゃ修行きついみたいなんですけどね。めっちゃほんまにこってり絞られるような修行で、もうげっそり行くぐらいになったんですけども、この修行のおかげで白隠さんっていうのは、今度こそ、今度こそ本当に悟ることができたらしいですよ。よかったねっていうことで、あ、よかったよかった、白隠悟れた、悟れたということなんですけど、らしいんですけども、修行が厳しすぎて、ノイローゼになったらしいです。マジで、お坊さんやけどノイローゼとかなんかうつ病みたいなのになったらしくて、なるんやっていう、なんか面白いね。お坊さんやのに、まあお坊さんも人間やからね。でも悟ってもノイローゼなんでやろな、悟れてないやんって話なんですけどね。どう思います？いや、俺すべての真理知ってんねえとか言ってるけど、ノイローゼでクラクラしてるって、お前それ絶対悟れてない。あ、なんか夢見心地で言うてるだけやみたいな感じじゃないですか。まあそんな感じでちょっとノイローゼになっちゃって、でまあとりあえず病に治さなあかんなっていうことで、26歳の時に京都の、白有志っていう仙人がなんか山奥におったらしいんですよ。でそこにまあちょっとノイローゼなんで、なんとかなりまへんかって言ったら、秘宝を教えてあげるわって言って、内観の秘宝っていうものを学んで、回復しましたよと。まあこの内観の秘宝って、まあ字で見ると、内側を見る、まあ、秘宝ということで、まあ、リラクゼーション、瞑想みたいな感じかな、今で言うと。呼吸法とか、創造法とか、まあまあ、ようわかんないですけど、まあ、メンタルを調整する、なんか、考え方みたいなのを学んで、そこから白隠さんっていうのは回復しましたよと。で、よっしゃよっしゃ、回復したし、悟りも開いたから、ちょっと諸国を暗下しようぜ、まあ、修行も兼ねて、で、いろんな、せっかく悟り開いたからいろんなところでお話もしたいし、みたいな感じで、もっと理解を深めたいなということで、諸国を暗夜していきます。で、32歳の時に、そうこうしてたらお父ちゃんが病気になったっていうお話を聞いたらしいんですね。で、えらいこっちゃということで地元に戻って、でまあ地元に戻ったから33歳、その翌年に、その松陰寺で、最初の出家したところですね。で、住職になりましたよと。そこの松陰寺の、お坊さんになりましたよ、管理人というか、責任者になりましたよということで、ここで持ち寺になるんですね。持ち寺、まあ一つ一人前になったと。で、まあ、どん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 修行を続けていったとき、42歳の時に、マックス悟りを開くということで、どうも、これね、ごめんなさい。僕もようわかんないですけど、悟りって一回だけじゃないみたいですね。なんか、マックス悟りを開くという、悟りの中でも最高潮の悟りを、42歳の時に開いたらしいです。どういう考え方、もう、ここら辺僕も白隠さんに聞いてみたいですね。マックス悟りにも、なんか、レベルがあるみたいなんですよ。で、まあ、悟りに何回も開くこともあるみたいですね。もうそういう考え方ようわからんけど、なんかちなみに言うと白隠さんは生きてる間に36回悟ったらしいですけど、もうそれ悟りすぎじゃない、どんだけ悟んの、1回で悟ったら終わりじゃないんちゃう、1回でゴールじゃないんやなと。もうようわからんなと。まあまあわからんけども、とりあえずまあ42歳の時にマックス悟りを開いたと。でしかもそのマックス悟りを開くきっかけになったのが、夜なんかお経かなんか読んでる時にコオロギの音、声を聞いて、あ、これかって、悟りを開いたらしいです。ごめん、もうその世界観わからん。なんでコオロギの声で、悟りを開ける。しかも人生最大の悟りをここで開く。コオロギの声で開けるとも、ようわからんなーって感じなんですけども、まあこういう形らしいですわ。で、まあ、悟りを開いたので、布教活動、まあ、ここでね、もうマックス悟り開いたから、いろんな人に、この、悟りとか、禅の境地とかを、教えていきたいということで、ここから、布教活動に力を、軸足を置いていきます。で、まあ、人生経験豊富やからね、結構話も面白かったみたいで、全国からいろんな人がね、こう話を聞きに来たいみたいな感じで、まあ、いろんな人が集まってきて、で、まあ、民衆とかにもね、こう、教えるような形になって、人気がどん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 爆発していって、で、まあ、50代、60代、70代というふうな感じで、いろんな人にこう、求められていろんなお話をして、もうすんごい人気になったと。
で、まあ人気絶頂で、まあ最後84歳まで結構長生きしたんですよね。84歳まで、走り抜いて、まあ1769年に84歳で没するという形になりましたと。まあこういうふうな、流れだったんですけど、結構ね、最後はね、まあまあ、40以降、悟り開いてからはね、さらっと行きましたけど、マックス悟り開くまで結構突っ込みどころ多い人生を歩んでた人なんですね、白隠鶴さん。で、この白隠鶴さんが、書いてたのを禅画っていうんですね。まあ禅の絵ですね。禅に関する絵を書いてたのが、白隠鶴さん。で、この禅画っていうのはどういったものなのかっていうの、ここがね、今回のキーポイントになってくるので、前半戦、まあ、生涯触れましたけど、禅画って何なのかっていうと、禅の悟りとかに関わる禅の教えとかを表した、絵画なんですね。これ何なのかっていうと、悟りっていうものっていうのは、特に禅ではね、悟りっていうものは、言葉では表せませんよと、表現できませんよ。なんでかな、悟りっていうのは自分の内にあるものだから、自分と対話をして、自分の中で悟る、なんか、その何、何本性、仏性っていうんですけども、そういったものに気づいて、自分の中で、体得する。だから座禅して瞑想すること大事だよ。自分と問いかけて、いろいろ考えて、あ、そういうことか、これが悟りかっていうのが、わかると。なので、その分かった自分が体感したものなので、人に伝えることができれば、いやいや、お前、いや、悟りってなんなんって、白隠鶴さんに聞いても、白隠鶴さん、いやいや、それはお前悟らんとわからんわ。お前悟ったことないのに、悟りのことはわからへんから、悟ったらわかるから、言葉では説明できへんからってなるじゃないですか。っていう中で、ただな、わしもそんないけずは言わへん。ただ、悟りっぽいこと、なんとなくなものを、説明することはできる。それをちょっと絵に描いてあるわっていうので、この悟りっぽいものを教えてあげるために、描くのを禅画と言います。なので、まあ、民衆とかね、大名とかいろんな人が、まあ、白隠さんに、悟りってなんな、どういうことな、みたいな感じで聞いてくるんですけども、民衆の中にはね、そんなに、こう、勉強ができる人ばっかりじゃなかったわけなんですよ。どっちかというと、でもそういう人たちを救いたいっていうのが仏教なんでね、仏教の考え方なんで、特に鎌倉時代以降は、そういう民衆を本当に救わなければいけない、権力者よりも民衆大切にしようぜ、イエーイみたいな感じで盛り上がったのが、鎌倉時代以降の仏教の流れなので、こういう民衆たちに分かりやすく教えてあげるためには、やっぱね、絵が大事なんですよね。言葉でああだこうだ難しい文言なんだらかんだら言うてもよう分かりまへんわ。それよりも絵を描いてくれた方がね、キャッチーやし、民衆もね、あ、この絵面白いの、私よう分からんけど、この絵好きやから、この絵何してるところなんていうところが興味を湧いて、こう禅のこととかを知っていくみたいなつかみにはよくなりやすいんですよ。なので禅画っていうものをよく描きましたよと。で、その禅画を通して、この悟りっていうものの、断片的なものを、理解することができるので、白隠さんっていうのは、この人気倍爆発、40で悟りを、42でサマックス悟りを開いてから、この人気が大爆発していく中で、この後半戦50代ぐらいから禅画をめっちゃ描くようになったんですね。ほんまにめっちゃ多くて、もう禅画と言ったら白隠っていうぐらい、言われるぐらいめっちゃ描いてるんです。その点数で言うと、1万点以上あると言われてるんですよ。すげえな、1万点ってすげえな、めっちゃ書いてるな。でほんまにね、禅画って言われたらこの白隠鶴か、もう一人仙外義梵っていうお坊さんがいる、まあこれも坊さん禅画やから坊さんなんですけども、の二大巨頭と言われるぐらい、どっちか、まあどっちも江戸時代の人なんですけども、どっちかと言われるぐらいの一翼を担ってるのが、白隠鶴ということで、めっちゃ書いたんですね。で、こう民衆にこういろいろ教えていくために書きましたよと。ただ白隠さんって別に、独学なんですよ。誰かに習ったわけじゃなくて、ね、よく言うじゃないですか。狩野派のなんとかに弟子入りしてとかね、絵描けてたら言うんですけども、そんなんじゃなくて完全に独学だったんですね。なので、素人なので、絵の上手い下手で言うと、そんな上手ないですね。やっぱ下手な方に入ると思います。まあ、これ賛否両論あると思うんですけども、まあ、美術の観点で言うと、やっぱまあ、下手な方なんじゃないかなと思う。テックはそんなないかなと思うんですけど、別にこれは問題視されなかったんですよ。なんでかっていうと、伝えることが大切なんで、別に上手い下手、技術がどうこう、絵の芸術的にどうこうというよりも、民衆とかこの分からない人たちに悟りというものを伝えるために、この禅画っていうのを描こうと思ってたので、その上手さとかよりも、より面白く、より伝える、キャッチーにすれば、どう伝えるべきか、どうしたら伝わるかっていうことが大事だった。
ったので、なので、インパクトであったり構図とかであったり速さであったりね、もうそのマゴマゴマゴ押しとったら民衆飽きて帰ってまうとか言うから、シャラシャラシャラって書いて、これがこうこうこうでなってすぐ出せるような感じの描き方がいいというふうにまあ考えていったんだと思うんですね。なので、奇抜なアイデア や描きって方っていうのが生まれていったと。だから白隠さんの描き方っていうのはほんまに、まあ、なんていうの、とらわれてなくて、もう結構シャッ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 シャーみたいな描いてる力の抜いたものが結構多いです。だから、まあ、どっちかというとロジックを無視した、絵の描き方の流れで言うとロジックを無視したものも、多いんですけれども、でもそれって、まあ、実は大事なことなんじゃないかなと、言われておりまして、なんでかっていうと、この当時の画壇、まあ、江戸時代の画壇っていうのは、まあメインは狩野派と、土佐派っていうのがあったんですね。まあ狩野派っていうのは、武家さん、特に徳川幕府の、御用絵師ということで全国的に、こう力を持ってましたよっていう、もうメインストリームです。で、土佐派っていうのは、天皇とか公家とか、ああいうなんか京都を中心にまあ活躍した、お抱え絵師ということで、この二大巨頭がまあ画壇の中ではあって、もう絶対的なメインストリームだったんですけども、どうしてもね、この二つっていうのは、こう役所的って言ったらいいかな。まあ、職人的とも言ったらいいかな。奮本主義と言われて、お師匠さん、この一族の描き方っていうものを踏襲していくことが大切だよと。だからそこからはみ出ることはダメだよみたいな感じの流れ。だからよく言うのはマンネリ化と言われてるんですよ。でもね、変なものをこうね、個性を出そうと思うと、破門されるみたいな、そういう流れがあったんですよ。まあまあそうじゃないですか。言うたら一族の描き方をずっと継承していくことが大切なので、それ以外のちょっと芸術性とかを求められると、いやいや、そういうの求めてないから。いや、城とかで描く絵にその芸術性とかで自分、この部屋だけやったら個性強いなみたいなのはいらんから、あくまで可能ハイズムの絵をこの城で統一することが大切なので、そういった人はいらないよみたいな感じで排除される、そういう風な流れだろうとあったんですよ。だからメインはマンネリ化が強く中で、それに反発して、そんな奮本主義って芸術じゃないじゃないかっていうことで、いろんな画派っていうのが江戸時代には出てくるんですね。で、それの顕著なのが京都で、結構活躍してた、この時代18世、これ白隠さんのちょっと後ぐらいに、活躍してた、例えば丸山四条派、丸山王家やりましたよね。王家もまで言うたら、その狩野派とかの、画風とは一つ、反発じゃないけど離れて出てきた画風の一つですよ。で、あとは、まあ、蘇我松柏もそうですね。もう全然違いますよね。狩野派から逸脱している、もう、蘇我松柏もやりましたけど、逸脱した、いわゆる、こう、権威に対する対抗意識みたいな感じで生まれたのが、もう蘇我松柏であったり、まあ、他にも、池田大河の南画とかね、イエサス・ブソンとか、で、まあ、丸山王家の中でも、ちょっと、長沢露雪みたいな、ちょっと変わり種が出てきたりとか、まあ、結構いろんなね、ものがあって、体制、可能派とかとの体制か、それ以外かっていう流れの中で、各院さんの、奇抜なアイデア、ロジック無視の考え方っていうのは、受け入れられたんですよ。影響を与えたんですよ。だから、言うたら、ロジックっていうのは可能派とかね、ああいうのってロジック通りやるじゃないですか。に対して、この白院さんっていうのは、もう言うたら、気の向くまま伝えることが大事だって、ロジック完全無視やけども、実はそれって、見るものベースなんですね。見るものベースで、こう、すぐ、なんか理解しやすいなとか、ちょっとか気持ち惹かれるなって、ちょっと面白いな、可愛いなって、なんか心を揺さぶるっていう、そういう風なもので言うと、この白隠さんの描き方っていうのは、実は、芸術的にも高いんじゃないかっていう風な考え方もできますよね。芸術って何を基準に考えるかわからないものなので。まあ、花の刑事っていう漫画があるんですけども、前田刑事の漫画でね、それで好きな言葉があって、無法天に通じるっていう言葉があるんですよ。だからロジック無視した無法なんだけども、実はそれは真理にかなってて天に通じてますよっていう言葉なんですけど、まあまさにそういうふうな感じで、白隠さんのこの無法な描き方っていうのは、実は真理をついてたんじゃないかっていうふうな考え方で、京都画壇に影響を与えました。特に画壇の京都に影響を与えたんですね。で、特に影響を与えたっていうのが、池の大河。これはね、よく言われるんですよ。池の大河は、白隠さんと実際、会ってるんですよ。会って、白隠さんの教え、そういう禅の教えをいろいろ聞いて、なるほどな、と。特に池の大河って文人が趣旨南画なんで、南画って前、
丸山派と四条派の違いのところで、ご説明しましたけど、南画っていうのはメンタル重視型の、考え方なんですね。に対して写実とかっていうのは、テクニック重視型の二極二次元で考えますよみたいな話を、丸山派と四条派の違いのところの動画でご説明してるので、よかったらそちらをご覧ください。のメンタル重視型なんで、メンタル重視型とこの、何肩を無視した、どうしたら相手に伝わるかっていう、こうね、白隠さんの禅画の画風っていうのは相性良かったんですよ。なんか気の向くまま赴くままに描くぜっていうのと、池野大河の精神性を大事にするで気持ち大事にするぜっていうの、なんか合致しそうじゃないですか。で、まあ、禅とかにも、まあ、こう、伝わってて、物事の真理、まあ、禅、南画って、まあ、こうね、バックグラウンドを大切にしましょうよっていう、教養を大切にしましょうよっていう、そういうふうな考え方なので、この禅とかの教養とかともすごい相性良くて、池野大河にもめちゃめちゃ影響を与えましたよと。だから、池野大河の絵っていうのは結構自由に、まあ、いろんな画風、コロコロ変わるんですけども、結構筆運びとかも自由にこう描いてるなっていうのは、そういうところに影響を与えたんだろうなというところなんですよ。で、蘇我松柏も直接会ったかどうかはごめんなさい、わかんないんですけれども、池野大河と蘇我松柏ってめっちゃ仲良かったので、この流れで蘇我松柏にも影響を与えたんじゃないかというのはよく言われております。で、まあ、蘇我松柏の作品でもなんかすごい豪快な、ブワーってこう、気の向くもん、なんじゃこれはみたいなやつがあるんですけども、それにもまあ、こういうふうな影響が出ているんじゃないかというふうにも考えられております。で、あと、長沢露雪ですね。王家の弟子の、一番弟子か、小前元気と、為春ナンバー2、ナンバーワン、ナンバー2の弟子だよ、どっちかだよ、って言われてた、長沢露雪も、この白隠絵閣の、影響を受けたんじゃないかと。まあ、白隠絵閣って、弟子がいっぱいおる。まあ、坊さんやからね。弟子いっぱいおって、その、白隠チルドレンみたいなのと、長沢露雪っていうのは結構関わりがあって、そこから白隠さんのこう、考え方とか描き方っていうのを画風に影響があったんじゃないかというふうに考えられています。なので、長沢露雪って、応挙の、十人弟子なんの一人なんですけども、まあ、もちろん応挙っぽいなっていうのをちゃんと踏襲してるなっていうのはもちろんあるんですけども、その文脈だけでは語れない画風っていう作品っていうのが山ほどあるのは、そういったふうな禅の白隠さんの考え方が影響あったんちゃうかなっていうふうに考えられてます。だから和歌山でめっちゃはみちぎって、うりゃーってめっちゃかき散らかした応挙の、代わりにお使いに行って、和歌山旅行っていうのがあるんですけども、まあ、そこもお話ししてるので、よかったら、丸山王家のとこ見てほしいんですけども、お使い行った時に、作品めっちゃ書き散らかしてるんですけども、お寺でね、書き散らかしてるんですけども、その時の作品っていうのを、結構この白隠さんの画風の影響があったんちゃうかなというふうに、考えられてます。まあ、こういうのを代表に、白隠さんの影響っていうのは、こういうふうな、ロジック無視でも無法点に通じる、伝えることが大事だっていうふうに、とにかく書くんだみたいな、こういう流れっていうのは、影響を与えましたよっていうことなんですね。さあ、いろいろ、生涯と、前回についてご説明させていただきましたけど、塾長、まだ作品一個も見てないけど、思いますよね。ここからね、代表作を、ご紹介させていただきます。4点一応ご紹介させていただこうかなと思います。まずね、ご紹介させていただきたいのは、赤種ホテイズという作品ですね。それがこちらです。はい、こちらの作品なんですけど、まあ、ホテイさんですね。で、まあ上になんか、賛というか文字がいっぱい書いていると。大体、白隠さんの作品っていうのは、この絵と文字がセットになっているものが多いですね。もちろん賛なくて絵だけのものもありますし、字だけで書いてるっていうのももちろんありますけど、結構セットのものが多いです。で、このセットで、まあ、この禅のなんか、その考え方とか、禅問答みたいなものを、こう、伝えるみたいな。それを民衆に見せて、こう、お前はどう思う？これどういうふうに感じる？みたいな感じで聞いてみたりするという、そういうふうな流れなんですね。で、まあ、これは、ホテイさん。で、白隠さんっていうのは、ホテイさん、ダルマさんはめちゃくちゃ書いているんですよ。で、特にホテイさんっていうのは自分自身を表しているんじゃないかとも言われておりまして、で、まあ、この白隠さんの、ごめんなさいです。ホテイさんの上に書かれている文字っていうのが、若者どもや、何を言うてもな、赤種の音を聞かねば皆は、ことの川だぞよ。去るところの82歳の親父、鋭角。
って書いてるらしいですね。いや、なんかふにゃふにゃふにゃって書いてるけど、そういう風だ。でも82歳の去るところの親父って自分で言ってるところが、なんか白衣さんっておもろいなと思います。可愛らしいなと思いますね。で、これ、石州の音を聞かねば、表面しか分かってないよっていうことなんですけど、これどういうことっていうと、両手でこうパーンしたら音は鳴りますよね。両手やったらこういう風な音は鳴りますよ。じゃあ片手やったら音どんな音鳴りますかっていう、これね、白隠さんの必殺技の謎謎というか全問答なんですね。もう鉄板ネタの一つで、お箱の、石州の音みたいな感じで言われるんですけども、普通で言ったらね、いやいや、そんなの両手やから音鳴るけど、片手やったら音鳴りまへんやんっていう人もいるんですけども、そう言うと白隠さんは、お主はまだまだ青いの。それはお前は常識にとらわれておるからだ。本当、心の声を聞けば、わしには片手でも音は聞こえる。これが悟ったということだ。どうだ？わかるか？みたいな感じで、相手に考えさせるっていう、そういうふうな内容で。で、これを、この問いっていうのは、結構ね、誰にもやってるんですよ。白隠さんって、会う人に、片手やったらどんな音聞こえる？片手やったらどんなことを聞こえる？みたいな感じで、結構、使い古しのネタなんですね。相当、擦ってるネタなんですけども、これを池の大河にもやって、池の大河は、ああ、それ考えよう、座禅しよう、みたいな感じでいろいろ考えて、画風に影響を与えたとも言われております。まあ、こういうふうな絵を描いているのが、白隠さんになります。だから結構ね、なんて言うんですかね、こう、なんか相手に考えさせるような作品。これが、まあ、禅画の特徴ではあるんですけども、まあ、こういうふうなものを描いたり。で、あとは、どう見てもっていうよく言われるタイトルなんですけど、何やねんどう見てもって、いやいやどう見てもって書いてるんですよ。どういうことかっていうと、こちら。はい、こちらだるまさんですね。さっき言った禅画の中で、布袋さんとだるまさんよく描いてますよっていう、そのだるまさんの方なんですけども、このだるまさんの上側に書いてるのが、どう見てもって書いてるんですよ。いやいやいや、どう見てもどういうことやねんって話じゃないですか。いや、そこで止められてもって感じなんですけど、どう見てもなんやねんっていうね。この相手になんか考えさせるっていうのが、白隠さんの必殺技、禅画なんですよ。だからどう見ても何なんでしょうね。横顔で、なんかちょっと、どう見てもだるまさん。いや、そんなレベルじゃね、真理にはたどり着けてない。もっと見なさい。どう見ても横顔。横顔。でも、どう見ても上見てるような、とかね。どう見ても、勝たないよな、とかね。いろいろ考えれるじゃないですか。だからそういうふうな、なんか心理あるんちゃうかって相手に考えさせて、本当のことにたどり着こう、そうっていう、そういうふうな、それが悟りの一歩手前なんだよっていうふうな、こういうふうな見せ方をするんですね。面白いですよね、この禅画っていうのも。だからいろんな作品ね、もちろんこれ以外にもいろいろあるんですけども、これ、いろいろなんか書いてるけど、結局何を言わしたいんやろな、どういうことなんやろなっていうのを、見つけていくと、白隠さんの作品っていうのは面白く楽しめるかなと思います。で、次が、これも有名ですね。エカ・ダンピズっていう作品なんですけど、なんか難しそうな名前やな、ダンピズっていう感じ。まあ、大体、その難しくないから。それがこちら。はい、意味わからないやつやね。何書いてるか全然わからんやつやね。でもなんかコミカルで面白いなっていう形なんですけども、これ何なのかっていうと、真ん中の丸の中にいるのは、だるまさんかなと。まあ、それはなんとなく、風貌でね、わかるかなって形なんですけども、下のこれ何なんって、なんか手伸ばして、うりゃってパンチしてるぜってわけじゃなくて、パンチして剣持ってるから戦ってんのかなっていう感じなんですけど、そういうわけではないですよ。これ何なのかっていうと、下にいる人はエカさんっていう方なんですね。ある時、だるまが修行しとったと。で、座禅して、もう、なんかね、壁に向かって、もうずっと修行しとったと。なら、このエカさんが、ちょっと、だるまさんに弟子入りしたいと思って、こう言ったらしいんですよ。なら、だるまさん、ちょっと、僕弟子にしてほしいんですけど、って言ったけど、だるまが無視やったらしいんですよ。あ、またうっさいのが来たわ。もう修行の邪魔やな。なんでこう、俺の修行集中を邪魔するやつがおんねん。もう聞こえない、みたいな感じで、ガン無視やったらしいんですよ。ねえ、エカさん、ちょ、聞いてよ、だるまさん。僕修行したいんですよ。弟子にしてくださいよ。僕悟り開けたいんですよ。僕も陸道から逃げたいんですよ。みたいな感じで、ギャー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 言っとったら、もうだるまぶち切れて、ほんまにもう無視しとったら、もうエカさんぶち切れて、あ、わかりました、だるまさん。そうやってね、僕のこと、無視して、いい気になってんしょ。調子乗ってんしょ。わかりました、これ勝負する。あ、
それこれも修行の一つですが、どうやったら気づいてもらえるかっていうふうなことを私に問いかける修行ですか。わかりました、わかりました。あなたが絶対振り向かれ、あれだとか絶対私の方に振り向けるようになるように私が、覚悟を見せてあげましょう。っていうことで、自分の左手を剣でブシューって切って、おい、私の左手だ。見ろ。これが私の覚悟の現れだ。お前これでもわし無視できんのかみたいな感じで言ったら、さすがにだるまさんも、あ、やばいこいつ、やばいやつ、そういう系のやつやな、マッドのやつ来た、やばいやばい、あ、わかったわかったわかった、絵描く、もうわかったわかった、もうほんならもう君を弟子にしてあげるからみたいな感じで弟子入りできましたよっていう図なんですね。だいぶ柔らかく言いましたけど、もうちょっとシリアスな場面なんですけど、柔らかく言うとこんな感じで、この時この絵描くさんが出る前まではこの絵か断筆っていうのは、もっとね、真面目な絵、真面目な絵って言ったらあれやけど、が、金字塔としてあったんですよ。それは、雪舟さんっていう人が書いた絵か断筆。まあ、雪舟さんの、代表作とも言われてるんですけども、それがこちら。ね、シリアスでしょ？めっちゃ、だるまさんめっちゃ修行してるなーって、あ、なんかオーラ出してるなーって感じするじゃないですか。で、この下の絵かは、左手を持って、私、これで、どうか、弟子にしてください、みたいな感じで、ちょっとビビりながらでも、覚悟を見せてるみたいなね。そのなんか、緊迫感が出てるじゃないですか。で、まあ、本当は血ドバドバ出てて、ほんま、ブシャーって血だらけなんですけども、そういうふうな悲惨さは感じさせない。なんか、本当神格化したもん、空気かけが、感じれるっていう、これがもう、金字塔で、室町時代ぐらいに、出来上がってたんですね、雪舟さんの。の、それの白印バージョンになるとこうなるっていう話なんですよ。なんかえらい、ライトやなっていう。だから民衆に伝えようと思ったらね、こう、雪舟さんバージョンやったらちょっと重いんですよね。お腹いっぱいです。ちょっと怖いですね。もう、ちょっともう私には理解できませんみたいな感じで逃げちゃうんですけども、白印さんバージョン、このライトなポップな感じやったら、何なんですか白印さんこれ、ちょっとどういうことみたいな感じで、この飛行人なんで剣持って手出してんのみたいな感じで、突っ込みやすいじゃないですかね。つかみ大事やから。で、これは実はこういう風にしてな、定期的な弟子にしてくれっていう風な話やねんけども、でもな、わし思うねんけどな、そんなことまでせんでもな、ええんちゃうかなとわしやったら思うんや。せっかく親からもらったな、大切な体やんか。な、みんなもな、なんかしてほしいって言って、やけ起こすとあかん。やけっぱちでな、ね、手切ったりとか壁殴ったりとかしたらあかんで、骨折れるかもしれへんから、せっかく親からもらったな、大切な体やからな、そういうことするんじゃなくて、物事の真理にたどり着くには、もっとええことはあると思うから、こういうふうな禅の悟りを開こうと思ったら、一つのメソッドとしては、なんかこういうふうな弟子入りの仕方っていうのはあったかもしれんけど、みんなはもっと違う方法もあるから、それを考えましょうね。みたいな、内容が、この上の3のところに書かれてるんじゃないかというふうに言われております。これね、3ね、なんて書いてるのか全部は読めなかったんですよ。よう分からんなっていうところだったんですけど、解読してくれて、どんなこと書いてんのっていう流れの中では、まあそういうふうな感じの流れが書いてるらしいんですよ。だからまあ、みんなで、その、弟子になるときは本当はどういうやり方があったのかみんなで考えてみようね。別に手切る以外にもやり方あったんじゃないかな、みたいな感じで、柔らかく民衆に、考えさせるというと、こういうふうなことがあったらしいんですよ。面白いですね。で、最後が、だるまさん。さっきもだるまさんでしたけども、白隠といったらこれが代表作っていうだるまがあるんですよ。それがこちら。これがね、80歳オーバーしてから亡くなるちょっと前ぐらいに書いた、だるまさんで、めちゃめちゃこうでかいんですよ。2メートルぐらいあって、要は展示会とかで出てると、このだいたい鼻のところぐらいまでで人のこう、頭が、出てるみたいな。横に並ぶとそういう風な図になるんですよ。だから掛け軸になってるからね。ちょっと高くなってるので、だいたい鼻ぐらいが人の頭になるっていう風な、そういう目線で、この作品を見るような感じで考えたらべちゃべちゃでかいなっていうのがわかると思うんですけども、これがね、大分県の万寿寺っていうお寺に残ってるらしいですね。で、まあ、こう、筆の勢いとかもすごいですし、なんかね、これね、下書きの跡が残ってる、下書きの線が残ってるらしいです。もちろん鉛筆とかではなくて、多分細い墨の線で、下書きをシャシャシャって書いて、その上にまあ書いてる。普通で言ったこういうメソッドっていうのは、外れてるロジックで言うと、なんか違うらしいんですけども、まあ、絵描くさん、白隠さんは全然、関係なくに、わーって書いたと。でも、すごい力強くて、だるまさんのなんか力強さとか、なんか迫力っていうのは、
伝わってくるなと。だからすごい人だったんだよと、ね、いろいろこう我々が、学んでる禅の一番最初会社を開いた人っていうのはこれぐらい偉大な人だったんだよっていうのが伝わってくるなっていうのと、まあ、前後が書いてますね。直視人心顕象成仏って書いてる、左上に書いてますけども、これはもう、禅の中で尊ばれている言葉で、物事の真理っていうのは外じゃなくて中を見る、自分の心に問いかけるよ。そしたら、本当に、仏になる、こう、仏性っていうものがあるから、自分の中で、心の中で体得して、悟りを開けた。そしたら、仏になることができるよ、みたいな、内容が書かれていると。こういうふうなのが残ってて、まあ、その禅の考え方うんぬんかんぬんは置いといて、こういう大胆な筆致っていうのは、こういう画壇にも影響を与えました。曽我松柏にもまあそういうふうなところが見て取れるなっていう大胆な筆致の作品があるなっていうのは、そういうふうなところだったっていうことで、もうすごいですよね。まあいろんな人にもこう民衆とかにもね、大名とかにも慕われて、で臨済宗っていうのはこの時っていうのは結構こう落ち目やったらしいんですけども、白隠さんによって中興の祖ということでボーンでもう一回復活して人気が出ましたよと。で静岡県っていうのは日本の中でも1、2を争うぐらいの禅宗の多いエリアなんですね。だから禅寺が多いエリアなんですよ。っていうのはまあこういうふうな白隠さんの努力っていうのもあったんじゃないかなとも考えられるので、まあこういうふうな流れがあったらやっぱ偉大な人だったんだなと思って、禅画も1万枚分くらい書いてね、すごい影響があって、で画壇にも影響あって、画家とか芸術家にも影響を与えましたよって考えたら、やっぱ偉大な人だったんだなっていうところなんですよ。で後々にはもう最終的にはジョン・レノンとかね、そういうふうな、世界、まあ現代のアーティストにも、海外に、世界、日本を超えても海外にも影響を与えるぐらいすごい人だったんだよっていうことなんですよ。でまあよく言われる言葉でね、駿河には過ぎたるものが二つありますよと。駿河にはもうもったいない、すんごいものがありますよと。その一つは、まあ、富士山。もう駿河には富士山というすんごいものがあって、もうもったい、駿河にはもったいないくらいのものがありますよと。で、あともう一つあるっていうのが、この白隠さんですよっていうふうな歌があるぐらいに、白隠さんっていうのはやっぱ後々までリスペクトされて、今でも臨済宗の中では、すごい影響を持っている、尊ばれている方という形なんですね。はい、いかがだったでしょうか。今回は白隠慧鶴という禅宗のお坊さんについてご紹介させていただきました。この白隠さんというのはほんまに作品めっちゃ多くて、で展覧会とかも結構いろいろなところでやってるので、まあこういったバックグラウンドを知っていただいた上で、まあそういった展覧会行っていただいたら、より味わい深く楽しめるんじゃないかなと思うので、ぜひご活用いただければなと思います。はい、このチャンネルでは今回のように日本美術や掛け軸に関する様々な情報を発信しております。面白かったな、ためになったなと思われる方はぜひ応援していただけると、嬉しく思いますので、何卒よろしくお願いします。それでは今回もどうもありがとうございました。ではまた。